最近フォレストやってると酔うんだよな。なんかね、長く続けられないっていうこの寂しさ。なのでちょっとちま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 やっていくと思いますけどもね、その辺お付き合いいただけたらと思います。建築がっつりやってんの見たいよっていう、早く建築進んでるやつ見たいってなったらね、ちょっと私の動画では厳しい部分があるんだけど、お、いいしいいし。なのでね、脇がっていう自覚があるだけ私はね、まあいいんじゃないかなと。最近だと脇が別にそんな値段かかんないでしょ。ちょっと今検索してみいい？そんな私まったりしたノリなんだけどさ、このフォレストの動画ってさ、ゲーム実況中に検索しだすっていう脇が、脇にショート、トールグランデっていう、なんかちょっとスタバみたいな位が あるんだけど、スタバみたいなそのランク分け。グランデだと25,000、みたいな。頭皮の汗止めとかもあるね、76,000からと。背中の汗止めとかもね、13,000とか、そういうのがありますね。あとは背中の汗止めの、手のひらもあるわ。手のひら1回38,000ですわ。いやー、やっぱり世の中需要があるんだね、いろんなね。でもね、世の中ね、不思議なもんでね、匂いフェチとかね、汗フェチとかがいるわけですよ。その人にとってはそんなことやらないでほしいっていう人もいますけどね。まあまあ、そういったね、汗止めとかになると、手とか脇側ね、やっぱちょっと手術かなんか他にも多分あると思うんだけど、手術以外ももちろんあると思うんだけど、なんか対策した方がきっと自分へのコンプレックスは失われていくんじゃないかなと思いますね。私はね、薄毛が気になるから、あんまりね、そのなんだろう、細いんですよ、とその髪のなんだろう、細さ太さがね、細い上に髪の量が少ないっていうね。なんかハゲではないんだけど、小さい頃からそうですね、髪の量がね、なんかちょっと外国人の毛に近い、なんかすんごい猫っ毛な感じなんだよね。まあそれがコンプレックスにはなってますけども。で、最近アークサバイバルエボルブの方もね、ちょっとやり始めちゃって、あっちも建築が、あれつかないな、建築結構メインなんだよね。で、あっちで喋ったことがね、こっちと被るっていうか、もう何喋ったかすげえ分かんなくなるって向こうも建築メインにやってるから、わけが分からなくなってる感じがあるんだけども、同じような話してたらちょっと、まあ、そこら辺勘弁してください。私も年なんでね、おじいちゃんなんで。いや、向こうもね、建築すっごいはかどってんだよね。でもあるものをね、作ろうと思ってて、まあ、ちょっと秘密にして、みんなをちょっとサプライズさせたいなって思って、向こうではね、ちびちび一人で建築してるんですよ。で、こっちはこっちでね、まあまあ建築はね、もちろん進んでるわけですけども、向こうは建築完成したらそれ用の動画をね、きっちり撮りたいななんて思ってますね。結構巨大な計画になるんだよな。よし、これね、運びましょう。 お客さんが来たな。お客さんにね、かまってる暇ないんだよね。もう散々前回ね、相手してあげましたからね、あの人たちもね。ここにね、襲ってくる原住民がね、だんだん減ってる気がするんだけど、あれかな、領地をやっぱ拡大していってるからなのかな。エフェジーはだいぶ挑発してますけどね、やつらの死体で自分の名前を刻むっていう、とんでもないことやってるにもかかわらずね、意外にも攻め込んできていないっていうのは、やっぱ海辺だからでしょうかね。
この辺のキッチンももうちょっとで完成しますね。で、上のね、あ、上ベランダ行けたやない。で、次のベランダのやつも、設置しておきましょうか。いや、これね、ほんと時間かかりますね、石造りはね。次はこの側面ですかね。ここが斜めになっちゃったもんな。斜めになっちゃったんだよね、これね。しょうがない、しょうがないっちゃしょうがないんだけど。なんか最後のと、あの扉の近くにさ、めっちゃ強いのがいっぱいいたわけじゃないですか。そこになんか少しずつ少しずつ木材を運んでいって、ゆくゆくはなんかこう、あそこに例えば透析機とか運び込めないのかななんて思うんだけども、どうなんでしょうね。その労力に見合う感じになるのかなって思うんだけど。これ C ってあるけど、これ何、これは、あ、これも一気にいけんだ。あ、マジで。あ、そう。え、ちょっと待って、これ一個一個キャンセルしなきゃいけないや。あ、そういうことできたんだ。なるほどね。でもちょっとそれで作った方が実際いいんだろうけど、土台がないとやっぱりそういうのもできないわけだもんね。土台をだから最初きれいに作らなければこれも意味がなくなってくるよね。こんな感じでしょうかね。なんか乗ったなぁ。なんかクイッてな、クイッてなってるけども、まあ一人の大工でもない男がやるにしてはいい家を作れてんじゃないかな。で、あそこに、で、屋根を作るときどうするかなんだよね、これね。うん。で、これ2階部分なわけだけども、3階部分。え？あ、ちょっと待って、壊してる、壊してる。しかも目覚ましなった、私の。おい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 、何やってんだ、あそこで、マジで。やばいやばいやばい。攻め込んできた、攻め込んでこないなとか言ってたら攻め込んできたわ。透析機はね、あそこのところにちょっと届かない部分があるんだけども。これで、おお、マジか、入り込んできよったな、この戦場へ、この舞台へ。いや、ちょっとやりがいがあるね。こうなってくるとやりがいがあるわ。今すぐね、オッケーオッケーオッケー、ここにね、入れて、ちょっと待って、あの石がさ、石がここに置けなくなってんだけど、マジで。いや、ちょっと待って、この透析機壊れたん、嘘でしょ、嘘っしょ、これ、あの置けなくなるという事態ですわ。これ私なんでこれここに置いたいんよ、じゃあ。ちょっと一回壊してこれ作り直しましょうか。これひどいな、まさかの透析機壊れるですわ。仕方ない、ちょっと壊していきます。いやー、参ったね。石嘘でしょ、これなんか活用できないかな。私を自分で飛ばすみたいなことできないの？あ、これマルチでカボちゃん飛ばしてみようか。カボちゃんもたまったもんじゃないだろうな、飛ばされたら。何すんだよーとかいう感じになっちゃうよな。そういえば、この明かりの人を、まあ、この死体置き場に置いとけば、明るくなっていくんじゃないですかっていう、あれもあったんだけど、なんかね、消えちゃうんだよね、やっぱね。ちょっともったいないなと思いつつもね。確かにあのライト奪えば結構明るいもんね。で、鎧作るようにきちんと骨を集めとかなきゃいけないなと思う今日この頃ですね。肉はね、多少腐ってももう大丈夫です。ちょっとダメージ受けますけども、この主人公もだいぶなんか慣れてきてますね。肉が腐ったぐらいじゃ、対して腹も壊さないっていう。
なんかそのアークみたいな感じでうんこする機能があったら下痢とかにはなるんでしょうけど、特に大丈夫ですよね。食料を干しておきましょう。そう、コメントで初対面の人を褒めるとき、褒めることになったらとっさに何て言いますかと、ベルガーさんならと相談したいみたいな。それなんだろうね。なんか私は人を無理に褒めなくていいと思うんですよ。なんかその褒めることで多分おそらく好感度を上げたいんだと思うんですよね、その人に対してのね。でも好感度って確かにその褒める、相手が気持ちいいことを言うっていうね、その褒めるっていうことはねつながると思うんだけども、イコールじゃないと思うんだよね。そう、褒めるだけのことがね、気持ちよくさせるっていう。だ、例えばの話なんだけど、女の子と話しましたみたいな。で、女の子をね、まあ、褒めるのは確かに、例えば可愛いとかね、今日服着てる服なんかおしゃれだねとかさ、合ってるねとか、まあ、そういうのはね、まあまあいいと思うんだけども、なんか結局耳を傾けるっていうさ、相手の話を聞いてあげるっていうのも意外とほら相手を気持ちよくさせることだったりするんですよ。うん、でだから何が目的か分かんないんだけど、相手をその褒めるってなった時に、その自分の好感度を上げて相手と円滑にこう物事を、進めたいとかね、人間関係を築きたいってなったら、褒めるっていうのはただの一手段であるっていうのをね、自覚した方がいいかもしれませんね。なんか私はとっさに褒めないんですね、言ってみるとね。とっさに出てくる言葉って薄っぺらいからね、分かっちゃうから結構ね。まあだからね、私もそんなね大きなこと言えたあれではないんだけど、女の子がじゃあ、ね、この服かわいい、かわいいかなみたいになっても、ああいいんじゃないみたいな程度なんだけどもそういう時はね、もちろん素直に褒めてもらいたいっていうのがあると思うんだけど、なんかメリハリだと思いますよ。なんか四六時中褒めててもっていうのもあるし、会うたんびに顔見て褒められてもっていう気持ちいい褒め方だったらいいのかもしれませんけどね。よいしょ、そんな感じかな。久々にちょっと狩りでもしましょうか。そこでくるくる回ってるな、おい、くるくる回ってるけども、いや弓一発でやれないか。やっぱ毒矢とかをやっとかないとちょっと待って難しいのかな、これ。鹿のね逃げ足速くなってるんですよね、これ。燃えないんだね。燃えないね、なんか鹿は燃えない仕様なの、これ。どうなんだろう、果たして。警戒心もないけど、あ、やろ、気づかれる、気づかれる。ここまで来て気づかれるも何もない気もするけども、よし、倒しました。鹿が生まれてるな、ここで。それで、あとお母さんと戦ってる時に、なんで斧、刀を使わなかったんですかと、斧をなんで使っちゃったのみたいな、あったんだけども、まあ単純に斧の方が攻撃力が高いと、鍛えてあるからね、斧の方がね、うん、で刀の方はね攻撃力もまあまああって結構いいんだけど、やっぱりちょっと決定打にかけるね。スピードはものすごいピカイチでいいんだけどね。だから連続で打ち込むにはいいんだけども、あの人たちってのけぞらないから、やっぱ攻撃力を重視にしたっていうのがありますね、これね。いや、これね、うん、スピードはいいんだよね。で使ったのこれね。いや、ダメージ言うほど変わんないぞ。あれ鍛えたはずなのにな、歯を結構やってんのにね。え、もしかして上がった、刀の攻撃力。え、これちなみにラケットって、ラケットを鍛えることできないんだ。まあ、せっかく手に入れたし、ラケットでちょっとやりましょうか。
私のラケットの餌食になりきたんこれ。お、来た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 。ラケットをなめんなよ。こっちはテニスプレーヤーだ。熱くなれよ、熱くなれよ、熱くなれよ。そんなもんか、もっとぶつけてこい。ごめんごめん、ぶつけないでいい、ぶつけないでいいわ。そんなぶつけないでいい、そんなぶつけないでいいわ。ちょっと待って、いや、ぶつけすぎでしょ私にさ。ありがとうね、わざわざ運んでくれてね。あの、なんか飲み物とかいっぱいあるとこにね、運んでくれてありがとうございますと。そんなわけでね、今回は、この辺にしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回ね、建築多分ね次で完成すると思うんで、またね見てやってください。なんか楽しめましたらね、グッドボタンとか押していただけたらね、動画の励みになると思うんで、ぜひともねよろしくお願いいたします。コメントの方はねもういつもねやっていただいてるんでね、お話のネタになります。ずっとこれ多分黙々と一人でやってたらね話せないからね。では、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフを祈っております。ベルクでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。